伝統文化ポーラ賞、優秀賞、青白磁の制作、伝承、石橋雄志。静寂の青白磁の世界で、花々が華やかに自然への賛歌を歌います。陶芸作家、石橋雄志さんの作品です。石橋さんは、作品に澄み渡るような美しさを求め、作陶と向き合ってきました。そんな中出会ったのが、サンドブラストの手法。作品に多様な表情を与えます。若い頃は、あらゆる手法を試してみたんですけども、どう考えても産地の職人さんには自分の50年ほどの時間で追いつけないなということで、いろいろアンテナを張ってる時にサンドブラストを使ってる作家とも出会って、自分がやってる青白磁にサンドブラストをかけました。ハート・ド・ヴェールのような存在感に変わったんですね。それがすごく感動的でしたし、非常に綺麗なっていうことで、この美しさを皆さんになんとか自分の手を使って、お伝えすることができないかなっていうところがきっかけです。石橋さんは1957年に東京で生まれました。青年時代に作陶を学び、27歳の時に作陶に集中できる環境を求め、自然豊かな京都府京丹波町に自らの窯を築きました。1985年、朝日陶芸展新人奨励賞を皮切りに、国内の賞を数々受賞します。そして1992年には、器の表面の釉薬をサンドブラストで段階的に削り、模様を描く独自の技法、彩刻磁を生み出します。今まで類を見なかったこの技法は、当初から注目を集め、日本伝統工芸展文部科学大臣賞や奨励賞、日本陶芸展大賞など多くの名誉ある賞を受賞しています。京都府指定無形文化財保持者にも認定され、日本各地で個展を開催しています。幼い時の何でも驚いたり、何でも新鮮に感じている子供のような精神性っていうものをいつまでも忘れることなく、大切にものづくりに生かしていただけたらなって思うことですし、社会的に非常に今厳しい時代が突入しておりますが、だからこそ生まれてくる新しい手法をそれぞれに考えていただいて、頑張っていただけたらなと感じております。石橋さんのサンドブラスト手法の陶芸への活用は、陶芸の世界に大きな驚きと革新を与えました。美を求め、さまざまな技術を学び応用していく石橋さんの挑戦は、美しい京丹波の自然に見守られながら今日も続けられます。